音楽の日2024でのナンバーアンダーラインアイの魅力全開彼らのパフォーマンスは回を重ねるごとに自己ベストを更新し続けまさに GO ト、Greatest of Alltime の名にふさわしいものでした音楽の日2024その舞台はまさにエンターテインメントの頂点を極めるものでした特に注目を集めたのは白い衣装に身を包んだナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスでした この日のために一新された翔ウ君の神職、情熱的な仁ン君の目線、そしてキレのあるラップを披露する岸く君。彼らのパフォーマンスは、何度も繰り返し見たくなるほどの魅力にあふれていました。テレビの前で彼らの姿を見るのは久しぶりでしたが、その間にも進化を続ける彼らの姿に感動を覚えました。翔ウ君の新しい神職は、その若踊りじしさとエネルギーを象徴するもので、 視聴者に新鮮な印象を与えました一方でジンくんは、その変わらぬ色っぽい目線で多くのファンの心を掴んで話しません。岸くんの髪の流れとラップは、以前にも増して洗練され、最高のパフォーマンスを見せてくれました。彼らのパフォーマンスは、回を重ねるごとに自己ベストを更新し続け、まさにゴーとグレーテストオブオールタイムの名にふさわしいものでした。この日のパフォーマンスには、 中井くんも参加しており、ダンサーと共にゴートを披露しました。久しぶりにテレビで見るゴートのパフォーマンスは、まさに圧巻で、そのダンスは完璧にキレキレでした。三人の白衣装は視覚的にも美しく、何もかもが史上最高と言っても過言ではありませんでした。初めて彼らのパフォーマンスを見ることができた観客も多く、ありがとうの声がネット上で飛び交いました。 カメラワークに少々の不安定さがありましたが、それを超えるパフォーマンスの安定感とエネルギーがありました。三人は、それぞれの個性を生かしつつも見事に調和し、その情熱は多くの視聴者に伝わったことでしょう。有明で共演したダンサーたちとのパフォーマンスをテレビで見ることができるというのも特別な経験でした。そして、毎回異なる表情を見せてくれる彼らには、再び心をわしづかみにされました。 ゴートの魅力は一度見たら忘れられないものです。この日のパフォーマンスで、中井くんとのトークもあり、その場面もファンにとっては嬉しいひとときでした。短い時間ではありましたが、その間にもたくさんの感動と興奮が詰まっていました。ゴートのパフォーマンスは、何度聴いても心が躍るものです。ダンスの安定感、フォーメーションの美しさ、そして一緒にパフォーマンスをするダンサーたちとの完璧な調和、 そのすべてが合わさって、ゴーとは見ていて非常に気持ちの良いパフォーマンスとなっています。音楽の日にバックダンサーをつけるというアイデアは、おそらくナンバーアンダーラインアイが考えたものなのでしょう。毎回違ったものを見せてくれる彼らには、常に新しい驚きと感動を感じさせられます。中井くんの手が陣くんに触れそうで触れない、その絶妙な距離感や、岸くんに面白いことを要求する中井くんのトーク、 そして笑顔で答える岸くん。そんな細かいやりとりもファンにはたまらないものです。三人の白衣装はその美しさを際立たせ、まさに最高でした。中井くんもたくさんのことを見てくれて、たくさん話してくれました。そのすべてが、ファンにとっては嬉しい瞬間でした。今回のゴートのパフォーマンスで特に印象的だったのは、彼らの余裕感のある表情と、それに伴う圧巻のパフォーマンスでした。 翔くんは、ライブや生放送の本番を心から楽しんでいる様子が伝わり、そのエンターテイナーとしての才能を存分に発揮していました。スノーマンの3曲、ストーンズの2曲と続き、やはり実績のあるアーティストのパフォーマンスが続く中で、彼らの存在感は際立っていました。ファンとして、彼らをもっと押し上げたいという思いは強くあります。CD の売り上げやオリコンのランキングには限界がありますが、 ミュージックビデオやラジオリクエスト、そしてステージへの応援など、できることはたくさんあります。何かしらの形で、これからも彼らがさまざまな番組に出演できるようにサポートしていきたいと考えています。この日のパフォーマンスは、ただのエンターテインメントではなく、彼らの努力と成長の証でもありました。満足することなく、常により高い目標を目指して切磋琢磨する姿勢に、ファンは強く惹かれるのです。 今日もまた彼らの情熱に胸を打たれました。ゴートは最高でした。その表情とパフォーマンスには他にはない魅力が詰まっていました。この特別な一日は多くのファンにとって忘れられないものとなりました。これからも彼らの成長を見守り応援し続けることが楽しみでなりません。次のパフォーマンスではどんな驚きと感動を見せてくれるのか期待が高まります。 そして、その瞬間を一緒に共有できることを楽しみにしています。ゴートの未来は明るいです。これからも彼らの進化を見続け、応援し続けることが私たちファンの使命です。彼らのパフォーマンスを通じて感じることができる喜びと感動は、私たちの日常に活力を与えてくれます。音楽の日2024でのゴートのパフォーマンスは、その一つの象徴でした。 彼らの未来に幸いあれと願いながら、次のステージを心待ちにしています。彼らのパフォーマンスを見たその夜、私はこれまでの彼らの奇跡を振り返っていました。ナンバーアンダーラインアイの3人は、それぞれが異なる背景と経験を持ちながらも、一つの目標に向かって力を合わせてきました。翔くんは、その若踊りしさとエネルギーでグループを引っ張り、 ジンくんはその感情豊かなパフォーマンスで観客を魅了し、キシくんはその技術的なスキルとカリスマ性でバンドを支えています。彼らのパフォーマンスは、ただのエンターテインメントではなく、彼らの個々の努力と成長の結晶です。音楽の日2024でのパフォーマンスは、その一つの集大成とも言えるものでした。ダンサーとの共演は、彼らの新たな挑戦を示すものであり、 その挑戦を見事に成功させたことに感動しました。特に印象的だったのは、彼らのパフォーマンスに対する情熱と、それを観客に伝える力でした。翔くんの笑顔、仁くんの深い視線、騎士くんのダイナミックな動き、そのすべてが一つになって、観客に強いメッセージを伝えていました。しかし、彼らの成功の背後には、多くの努力と犠牲があったことを忘れてはいけません。 長時間の練習やパフォーマンスの準備、そして公の場でのプレッシャー。それらすべてを乗り越えて、彼らは最高のパフォーマンスを見せてくれました。ファンとして、彼らのその努力に感謝し、これからも応援し続けることが私たちの使命です。また、彼らのパフォーマンスを通じて感じたことは、音楽の持つ力です。音楽は、 言葉を超えて感情を伝えることができる強力なツールです。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、そのことを改めて実感させてくれました。彼らの音楽とダンスは、多くの人々に感動を与え、励ましとなり、日常のストレスを忘れさせてくれるものでした。未来を見据えたとき、ナンバーアンダーラインアイがどのような道を歩むのか、非常に楽しみです。彼らの成長と変化を見守り、 その過程を一緒に楽しむことができるのは、ファンとしての特権です。彼らが次にどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、どのように進化していくのか、そのすべてが楽しみでなりません。そして、音楽の日2024でのパフォーマンスが、彼らにとってもファンにとっても特別な一日であったことは間違いありません。彼らのパフォーマンスは、ただの一瞬ではなく、長く記憶に残るものであり、 その瞬間を共有できたことに感謝しています。これからも彼らの活躍を期待し、応援し続けたいと思います。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを通じて、私たちは多くのことを学び、感じることができました。彼らの情熱と努力、そしてその成果を目の当たりにすることができたこの経験は、私たちにとっても非常に貴重なものでした。彼らがこれからも新しい挑戦を続け、 さらなる高みを目指して進んでいくことを心から応援しています。